誰かと思ったら5年前にわしのところを勝手に飛び出していったバカ弟子ではないか。5年も経つと顔つきが変わりおるからわからんかったぞ。なんだ、もうわしが恋しくなったのか。うん、残光剣だと。なんだ、お前も相変わらずくだらないことを続けておるのか。え、だからお前はアホなのだ。知らんの。もし知っておってもお前には教えてやらんな。知りたかったらわしを剣で倒してみ。5年でどれだけ腕を上げたか見てやるわ。少しは腕を上げたようだな。ほれ、斬雷剣だ。わしに一回勝っただけで全てを得ようなど甘いわ。あまりに甘くて砂糖を吐いてしまいそうだわ。わしはこの村には二度と来ん。再び放浪の旅に出る。天地をもって我が心とすれば至るところに安楽ありだ。次に流れ着く場所を探し当ててわしに勝てたら少しは考え直してもよいぞ。ではさらばだ。